2000年の日本では2000年の日本の出来事、流行、世相などについてまとめる。日本では、西暦の他にも以下の記念法を使用している。なお、以下の記念法は、西暦と月日が一致している。オッハー、IT 革命が、新語、流行語大賞の年間大賞を受賞した。金、シドニーオリンピックで、女子柔道の田村良子、女子フルマラソンの高橋直子が、 金メダルを獲得。また、金大中と金正日による初の南北首脳会談が実現。本年は20世紀最後の年でミレニアムとも呼称された。プレイステーションに発売されたマシントシンが待ち開き、新紙幣2000円札発行新500円効果、発行東海豪雨にして着きた九州線廃止道路、鉄道航空流行後以下に本年の受賞号を列記する。なお、 肩書きや役職などは受賞当時のものである。ファッション文学主な出来事ドラマ特撮バラエティなど処分や、お笑いコンピューターゲームプレイステーションに書きオリンピック、パラリンピック書き、オリンピックパラリンピックがオーストラリアのシドニーで開催された。日本からも多数のアスリートが出場している。野球サッカースモープロレスモータースポーツゴルフ、競馬注釈出展。ありがとうございます。